5月13日、自民党の岸田政務調査会長と会談を行いました。会談のテーマは、コロナ対策に関する次の補正予算についてです。国会では当然、与党と野党、さまざまな問題について課題を指摘し合い、厳しい論戦をしています。特に検察庁法改正については、全く認めることもできないひどい内容であるということで、 絶対にあの法案を通してはならないということで厳しく対決をしているところです一方で与野党の枠を超えてお互いが協力をしてやらなければならない問題もたくさんあります今回のコロナ対策これはまさにそういう与野党が一致してやるべき問題だと思いますその観点から岸田政調会長とは以前からこの問題について協力してやろうということを話し合っておりました昨日 岸田政調会長と国対委員長も入れて4社で会談を行い、次の点について確認をしております。補正予算の成立を大至急、政府に働きかけること、そして家賃対策、これをしっかりやること、さらにまた、雇用調整助成金の上限をはじめとする雇用調整助成金の問題を議論すること、さらに学生への支援、学生さんが学校を辞めなければならない状況になっています。 ここれをを防ぐための対策を講ずること児童扶養手当、ひとり親の家庭などえ、暮らしに困っている方々がたくさんおられます、児童扶養手当の増額をすること、そして自治体への交付金、今回の補正予算では1兆円ということでしたが、これでは少なすぎるということで、これを増額させる、こうした点について話し合っております。コロナ対策についてて与党・野党野の枠を越えて がっちりと取り組んでまいります。